それではまだまだ困っている人の依頼を解決していきましょう。あら、この島は初上陸ね。まだ行ってないところがあったんだな。あれ？は、あやじゃないの、どうしてここに？このガラパス島に人間がいるなんて。ガラパス島。新発見、新発見よ。いや、新発見、新発見。ただの旅人さん。そうだけど。なんだ、新人類かと思っちゃったわ。どんな勘違いしてんだ。ごめんね。私は調査員のあやよ。調査員、こんなところで何の調査をしてるの？ミステリー調査員だとよ。発見されたばかりのガラパス島。早速調査にやってきたのよ。なるほど、だから私のこと勘違いしたのか。あいにく私たち何も知らないのよね。でも怪物たちのせいでなかなか進まなくて。ここガラパス島の怪物たちはね、本当に強くて厄介なの。なるほど、だから今まで行けなかったのか。もし先に進むつもりなら、あなたも気をつけてね。わかった、ご忠告どうもありがとう。超魔王を倒した私たちだけど、油断はできないぜ。一体どれくらい強いんだろう。見て見て、ウプ主。ん？水平線が輝いてる。おいおい、こいつはすっかりバカンス気分だな。太陽が反射して綺麗だね。海って広くて大きいな。緊張感を持ってくれよな。海の上にずっと道が続いてるよ。ほんとだ、行ってみよう。いやー、この時期に島でバケーションっていいね。うんうん、のんびり旅行したいな。こんなオタマジャクシが強いの。うん、弱そうだけどね。ワンパンチしちまったぜ。この島の怪物はマリサがワンパンできる程度の強さでした。警戒してなんか損した気分だわ。マリサさんが強すぎるんでしょうね。さすがは筋肉魔女だわ。誰が筋肉魔女じゃ。マリサソレースじゃない。じゃあ。暑さって恐ろしいわね。いたたた。この辺かな。ずいぶん歩いたわよ。怪物はどこだろう。げげ。超魔王は倒したのに。わあ、なんでこれは一体どういうことなんだ。超魔王を倒してもこの現象が収まらないのは、怪物が原因なんだろうか。怪物がいる限り、この世界で顔を取られちゃうって。無理だ、怪物なんて何体いるかわからねえ。とりあえず目の前のタコを千切りにしましょう。あれ、霊夢さんは。どうせあいつのことだ、疲れたとか言ってエイリンに交代してもらったんだろ。すごいわ、まさにその通りよ。なんだか無性にタコ焼きが食べたくなってきたぞ。それわかる、なんでだろうね。宇宙人がタコにそっくりだからだろ。タコ飯。タコのお刺身。タコライス。それはタコ使わねえ。こいつ、結構攻撃当ててるのにまだ倒れない。危ないぞ、ウプ主。助かったー、ありがとうマリサ。よし、みんなで行くぞ。ほんとにこいつしぶといわねー。骨があったら追ってやりたいくらいよ。マリサの攻撃を何発も耐えてる。HP を見てやろう。あと一発当てたら倒せるじゃん。手助けするぜ。タコ星人、これで終わりだー。どうだ。これで依頼人の依頼は無事完了だね。困った怪物を退治できた。私たちがね。君、思った以上に強かったよ。ありがとねー。はいはい。お、結構な報酬額だ。これありがたいぜ。さすが僕の見込んだ人だ。今度はエルフの森にやってきました。まだこの森にも行ってない場所があったんだな。この世界は意外と広いってことよ。それじゃあ出発進行です。この先に一体何があるのやら。また大魔王。よく見たら顔が全然違うわ。レプリカ大魔王、こんなのがひょっこり出てくんのか。普通に雑魚敵のように出てきたからびっくりしたよ。遠慮なくレプリカでも攻撃させてもらうわよ。当然だぜ、こんな奴にのさばられたら安心して眠れないからな。そこのお前、眠れよ。ふわー、おやすみ。ビュートが寝ちゃったよ。特殊な攻撃は守りが効かないのね。攻撃するなら物理技だけにしろ。苦しいよ。悪夢を見てダメージまで受けるのか。夢を見せてダメージまで負わせるなんてなかなかやるじゃない。魔王の丸焼きだぜ。お前、これでも無駄だな。アップなー。そして今度はお前が眠れ。ふわー、ちょっと寝るね。おいおい、兄弟揃って寝ちまったぜ。私のために争わないで。どんな夢見てるのよ。こうなったらこいつらが目を覚ますまで私たちで食い止めねえとな。あんなレプリカ野郎私たち二人で十分よ。行くぜエイリン。ふん、かにえかにえ。お前も悪夢にうなされるのだ。そんな、マリサまで眠っちゃったわ。
ダッサッサッサッ、無力だな。は、私は一体何を。悪い、一瞬寝ちまったぜ。頭がガンガンする。よし、目が覚めたところで攻撃再開だ。なんだ、と。やったー、レプリカ大魔王、撃破。ん？宝箱。エルフのお守り、なんだろうこのアイテム。確か、前にもお守りゲットしたよな。そうだ、ヴァンパイアのお守りだ。お守りが光った。これは新食用解放じゃない？え、なになに、新食用。うおお、ついにエルフになれるようになったよ。クリア後に解放された隠し食用か。ほっほっほ。目覚めたようだな、新たな力が。なんと、エルフに転職できるようになったぞ。森の妖精の不思議な力、試してみるがいい。ほっほっほ。私の高級プリンを食べやがって。次はなんだ？この布みたいなのをかぶればいいんだね。おい、そっちじゃねえよ。はぁ、こいつ何やってんだ。なんでバレたの？どう見ても色が違うのよ。次はその手前の水色のやつだよね。そうよ、これで全く違和感がないわ。めっちゃ違和感あるし。これで気づかねえのもどうかと。マリサ、あれはあの有名な H ポッターの透明マントだよ。なわけねえだろ。さあ次行ってみよう。ここでおじいちゃん登場。わしの懐に来なさい。このおじいちゃん孫のことが好きなんだね。好きでもこんなことするじじいはいねえよ。ひぃ、おじいちゃんの服が。さっきはわしの大事な服をやってくれたな。お前が呼んだんだろ。おじいちゃん、あいつ見なかった。わしの隣におるぞ。おじいちゃんはお姉さんの味方かしら。わしはこう見えて200歳なんだ。次行こうぜ。なんか入ってるよ。お面と上着だわ。これはどうやって使うんだ。じいさんにあげてみようか。わしにそれをくれ。じじいが老変したー。カオスなじじいだな。あれがわしの本来の姿じゃ。あのじじいマジでイカれてるぜ。とりあえずアイテムは確保しておくよ。今度は僕が着てみようか。この家族どうなってんだ。え、ごく普通の家庭だよ。地名から言ってんだよ。おじいちゃん T シャツにもろかかってるし。あらら、壁にひびが入ってるわよ。お、こんなところにバット発見。おらー。ひぃ、こんなところにママがいるよ。壊すこと前提で待ってたんだな。壁の向こうにママがいたな。このバットは一体何に使うのかしら。さあな、あの壁以外壊すところがねえよ。あ、この物置に入るんじゃないの。さすがウプ主、勘が鋭い。あれ、タカシがいない？おかしいなぁ。相変わらず姉さんは諦めが早いな。